はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトのおまけ編やってまいりましょう。前回はね、サウンドトラックということで、音楽のパートと歌のパートですね、分けて、紹介をしていきました。ということで、今日はさらにその横のギャラリーっていうのをね、やっていこうと思います。コンセプトアートと何が違うんだろうね。ギャラリー、はい、フィギュアになるのかな。じゃあちょっととりあえず今解放されている分を全部買っていきましょうか。あ、やっぱりフィギュアだね。なるほどね。めっちゃ見られてるけど、カメラ移動でコナー。このコナーはあれだね、ジェリコに侵入してた時のあれだね、変異体に。 OK、 じゃあこれを一個一個買っていきましょう。ほいほいほい。どんだけ解除されてんだろうね。なんかこれ一個一個見ていくと、あの昔思い出すよね。ズラトコとあのトットの見分けがいまいちつかなかったりするかもしれないけど。おお、 あれもしかしてこれ足りなくなる？あの足りなくなったらすいません、そこまでで勘弁してくださいというオチになるんだけど、どうだろうね。今で半分くらいだもんね。大統領までいるし。なんか全然もう見覚えのないキャラクターたちが出てきてる感じがする。あ、これ足りないな多分ね。あとな、15体くらい。あ、足りないねごめんなさい、足りないわ。足りないので、ここまでで、残りはまたゲームをプレイしながら、ハトまでいるし、あの手に入れることができたらちょっとね、あの買っていこうかなっていうふうに思います。ということで、残り20ポイントか。しまったね、やっちゃったな。まあとりあえずじゃあ、一つ一つね、あの上から見ていきましょう。ということで、初期コナーだね、これは。コナーは RK800 と呼ばれる、サイバーライフが製造したプロトタイプアンドロイド。もともと人間の刑事操作を、技術面でサポートすることを目的に製造された。で、このモデルは理想的なパートナーとなり、いかにもチームに溶け込めるようにっていう、このあたりちょっと止めて読んでもらえたらと思います。あ、コインをね、チャカ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 するのはあれだね。で、X その他っていうのはなんだ。ああ、そういうことか。 OKOK。 じゃあ詳細を隠す。ああ、OK。 で、リストを表示する。あれ、結局一緒じゃん。じゃあ続きまして、これさっき見たやつだね、ジェリコに侵入のやつだね。で、続いて、ハンク・アンダーソンですね。ハンク意外と大きいんだよね、189センチっていうね。まあちょっとお腹もそれなりにっていうところなんだけど、まあうちの親父の方が体重は重いな。182センチ95キロだからまあそれはいいか。85年生まれってことだと、そのだから53歳かなになるのかな。っていうところですね。はい、じゃあ続きまして、ハンク雨ってなってるな。ハンク下着、家でくつろいでる時の姿だったってことですね。はい。まあでも11月で雪も降るような季節でこの格好ってなかなか寒かったんじゃないか。で、ハンク雪、これは最後のところですね。寒からだいぶ死なれ、だいぶ死なれてしまっているが、まあ冬のあれを守るというところですね。で、続きまして、あ、カーラですね。カーラ2032年のやつなんだね。まあ、ゲームとしても一番最初に、その、なんだっけ、開発されたアンドロイドの方だったっていうところですね。なんて名前の人だったか忘れちゃったけど。というところですね。まあ、程よいくびれに、程よいバストに。まあ、お尻はちょっと物足りないのか、まあ、好きな人にとっては物足りないんじゃないかなと思うけど、僕は小さめが好きですけどね。そんな話はどうでもいいと。次、あれ、まだか。で、続きまして、これは、ランドリーの時ですね。これもユニフォーム着替えるからっていうかね、雨めっちゃ降ってるし。これでも男もんだからちょっと大きいのか。でもパーカーだとしたらこのくらいがちょうどいいよね。はい。じゃあ続きまして、ドンと。ようやく温める。ああ、これあれだね。モーテル行った時のやつだね。シャツが微妙に出てる。あ、インナー着てんの？まあ、確かに雨降ってるしっていうのを考えるとね。じゃあ、お約束通り。
何の約束だってね。でもないね、やっぱりね。まあ、アンドルの見たところでしゃあないって話だけど。で続いてがズラトコ逃亡後。こんなの来てたっけって、あ、来てたね、そういえばね。どこで手にいたのよ、あなたっていうところだったけど。来る。雪降ってる。あ、これにさ、銃入れてたのかな。うん。でもこれ、形的に銃入れれなさそうな気もするけど。はい、じゃあ続いて。ルーサー、違う、アリスだね。YK500 だったんだね。で9歳の時に母親が家を出てて、父親と2人きり出てって、内向的でと、修理されたカーラにアリスは妙にうすうすしく振る舞うというところですね。うん。でモデル YK だもんな。いやー、なんか妙になんか生々しい感じがするね。うん。あ、靴下は揃ってるね。あ、気づかなかった。この刺繍なのかな？これかわいいね。うん。ということで、ほい。じゃあ続いては、あ、これは屋外、逃げるときだね。トットからの逃亡後、トットからの逃亡後なのか。うわうわ、すごい雨がどん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 滴っていく。なんか後ろもなんか縫い合わせたみたいな感じになってるね。はい。じゃあ続き。これはズラトコから逃げた後のあれかな？あれ？ちょっとさっきのと比べると、あ、中が一緒で、あの外のあれ、なんて言ったら、ダウンジャケット的なのがなくなったのかな。相変わらず下のシャツはそのままだね。 OK。 で続いてルーサーね。食べられることなくうずらとこに伝えてたけど、まあ2人を見てっていうのは、ね、TR400 2030年1月発売。あれ、カーラよりも前の方になるのか。おー、ごっつってか、いかつ。反り込み入ってんじゃん。すご。ねえ。まぁ、ちょっと男としては、なかなか、羨ましい肉体だなと思いますね。で、続いて、出たトット。トットも183センチあるんだよね。でね、僕ね、あの、衝撃的だったのが、まぁ、2038年の時代なんで、そりゃそうかってなるんだけど、年下なんだよね。僕92年生まれだから、こいつ年下かよって思ったら、なんかすごいショック受けちゃったっていうね、そういうオチだね。なんか服装はあれ、やっぱ、あの、アリスとなんか似てる感じがするね。汚いね。ちゃんと洗濯してんのかな。で続いて、あ、逃げてくる時だね。うん。最後に、お会いした時、この時に良くなった。なかなかこれはいい革ジャン着てんじゃない？革ジャンじゃなさそうだね。うん。僕あんま服にね、詳しくないんでね。すごいね、167.5 センチでさ、99.8、あ、93年3月だったら同級生だね。うん。すごいよね、本当にアメリカにいるこのサイズってとかの感じだよね。だから、例えばさ、飛行機乗ってさ、あの、エコノミークラスに乗ったとしたらさ、このおけつどうやってはめんのって思うよね、このお尻。ね、どうやってはめんのよ、あなたっていう。まあまあ、それはいいや。で、アダム・チャップマン。アダムも183センチあるんだよね。183センチ、72.5 キロって言ったら、まあ、若干痩せすぎか、でも、まあ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 、健康体としてはいい感じの年頃、体型になってくるのかな。まあ、あとは内臓脂肪とかそのあたりに関わってくるけどね。で、マーカス RK200、発売日は機密。おぉ、なんか気になるね。マーカスは著名なカール。まあ、ここら辺また止めて読んでもらえたらいいかと思うんだけど。え、どこ行く気？どこ行く気？うん。結構服装かっこいいよね。ダウンジャケットっぽいのになんか、うん。まあ、現実世界だったらコスプレっぽく見えるけどね。ああ、インナーかっこいいね。これ斜めかけ、かくなんかかっこいいね。うん。いい感じ、いい感じ。めっちゃ見てくる。めっちゃ見てくる。続いてが、おー、失意の時の、あの、墓場の時のあれだね。うん。もう今まさにこう内臓の電池がこう破壊されようとしてる。で心臓が一応ね、これだからブルーブラッド供給してるけどピンチだからこんな風になってるのかな。で撃たれた跡ってどこにあるんだろう。マーカスって撃たれてたよね、確かね。撃たれた跡がどこにあるのかがちょっとよくわからない。うん、まあ、次行こう。でマーカスコート、死の淵から生還したマーカスということで、このコートがかっこいいよね。ちょいボロいけど。うん。コートの雰囲気がかっこいい。で、続きまして、スーツ。ストラットフォード。あ、僕なんかね、ストラットのことね、なんか、どっからパートにスタート言ってたんでね、ほんと、英語を読めない恥ずかしいっていうね。うん。仕事のできる男はね、もう目つきが違うんですよ。はい、次。で、清掃員。
だね。時間稼ぎ。うん。YM400 にバケた RK200 っていうところか。うん。で、お前、こめかみに LED がないぞって言ってバレたりしないのかな。で、マーカス侵入。うん。サイバーライフ店舗に侵入した時の、まあ夜中2時に入った時のやつだね。うん。こうか。なんかそれっぽいのつけてるあれじゃないけどな。まあいいや、次。で、自由への更新。あれ、更新の時こんな格好だったっけ？もう覚えてないな。やばいね。まあ2週目やったら思い出すかな。っていうところだね。パーカー着て。シンプルでかっこいいよね。半袖のパーカーって結構かっこよかったりするよね。で、最後ね。もう完全に救世主っていう格好してるもんな。うん。救世主。3164。そういえば、今更だけど RA9 って何だったんだろうな。うん、気になるな。はい、ネオシン。まあ、なんか、考察であるんだろうけどね。入れ墨もすごいね。自分もアートつけてるって感じだね。あ、ドクロ。ドクロにヘビに、それからこっちは、なんかの模様ってところか。はい。で、続いて、マンフレッドパーティー。ああ、はいはいはい。だからさっきの初日おはようございますの時のやつだったね。うん。まあこれでね、息子が死ぬか自分が死ぬかっていうパートだったんだもんね。やりきれないよね。で、続いて、ノースですね。2035年モデル。うん。エデンクラブ。まあなるほどね。あれだよ。なんだったっけ。まあ、いわゆる風俗用ロボットってやつですね。うん。水商売系女子ってやつだ。だからやっぱりあれだね。なんだっけ。カーラと比べたらやっぱりパフパフちゃんだから。うん。ごちそうさまです。続きまして。清掃員だね。これは、あれだね。あれ ?R なんとか400ってのが書いてないね、これには。あれ ?RM400 だったっけ。なんかそんなん書いてなかったっけ。これにはないんだね。じゃあ次。で、ノース。これ侵入するときのね。だってさ、冬だぜ、雪降ってんだぜ。今もちらついてっけどさ、まあ、確かに、ごちそうさまです、なんだけど、それはいいとして、いやー、だって、カーラの死因、投資だぜ。もうちょっと自分の肌大事にしようよ。アンドロイドとはいえ。で、ノースファイナル。あ、そうそうそう、本編でも言ったけどさ、これ、この、ショルダーバッグをさ、こうかけてる感じ。まあ、斜め掛けっていうの。ここでできるその膨らみっちゅうのが好き。まあまあやばい発言してる気がするけど、まあいいか。じゃあ次行きましょう。まあ本気じゃないからね。あ、出た、サイモン。これが最初のあれだね。サイモンね。僕のね、過ちでやっちまいましたからね。サイモン。で、これは JB400 だね。うん。ジャバネットってやつですね。違う。サイモン、ストラトフォード。じゃあ次。ジョッシュ。大学講師として設計したんだ。へぇ。なんかちょっと右と左のバランスが悪い気がするな。気のせい。右角かばってるけど、左丸いよね、なんかね。ほら、なんか右の方が角ばってない。うん。あ、なるほどね。暴行を受けたって書いてるから、それのせいで形が変異してる可能性はあるかもしれないね。で、自由への更新をするときの格好というところですね。このジャケットいいな。あ、でも、パーカーがあるから言おうか。じゃあ次。出た、アマンダ。よくわからないんだよね、結局アマンダは。いつでもコナーを低機能停止させる権限を持っている。怖いね。完全になんかもう予言者って格好してるもんね。1978年5月14日って書いてるけど、これってでもアマンダって、だから本人は死んでるもんね。出たーカムスキーって183センチ多いな。めっちゃ好きやん、183センチ。1200億ドルってことは12兆円の資産ってことだよね。すげえ、2002年。あ、10歳も年下だ。じゃあ続いて、結構空いたね。出た。クリスティーナ・ボーレ、大統領ですね。2036年に当選ってことは、任期2年目の時に起こった事件っていうところかな。1985年ってことは、53歳での大統領。53での大統領だったら、まあまあ若いんじゃないか。
ピチッとしたスーツを着てですね。はい。じゃあ次行きましょう。クロエだね。クロエは、だから初期のタイプってことなのかな。モデルと、初期モデルと時間を過ごすことを好んでいるっていうことだね。うん。そう。まあ、アンドロイドとはいえね、この点っていうの、ほくろっていうの、こういう細かな表現っていうのもすごいあれだね。凝っているところだよね。じゃあ次行きましょう。クロエ案内係。案内係としてのクロエってことだね。行き過ぎ。これも2022年なのか。これは、これも背中パックリだね。で、やっぱり点の位置は同じなんだね。なんかほくろっぽいやつ。いつも案内ありがとうございます。突然なんか私が故障しそうですって言った時にはどうしたらいいんだろうってめっちゃ焦ったけどね。じゃあ続いて、ダニエル。ダニエルとね、サイモンがね、なんか被って見えるんだよね。まあ特にはないかな。じゃあ次。アラン隊長、冷たかったやつ。179.8cm だね。はい。ガチガチやな。207。なんかめっちゃピンポピンポしてる。インプログレス。進行中、スワット。はい、じゃあ次行きましょう。ジミー・ピーターソン。ジミー、これは、なんだっけ。ハンク・アンダーソンにとった、これ誰だっけ。いかがしい練習、レッド、ジミーはアンドロイドを嫌い。自身のバーがアンドロイドに、ジミーズバーのジミーか。はい。思い出した。また183センチだしね。183センチ好きだな、本当に。続いて、ベン・コリンズ。ベン・コリンズは、最初の事件の時に一緒にいた警察官の一人かな。静かに定年を待つほどまだ若くない、年取ってないでしょ、あなた。だって1989年でしょ。まだ50歳になってないじゃない。49じゃん。で、クリス・ミラー。これも、最近ダミアンという、ダミアンってやばくない？ダミアンってやばい気がする。じゃあ続き。で、出た。ジェフリー。上司ですね。182.5、83センチになりきれなかった男ってやつか。もう間もなく定年を迎えるっていうことだね。はい。じゃあ次。ギャビ。そう、こいつ何なんだろうな。出世キャリアのためには、たとえ人、彼がアンダーソン警部を嫌っているのは周知の事実。まあ、それはどうでもいいんだけど、こいつが、ね、嫌っていうか嫌ってまいが。それはどうでもいいんだけど、なんでアンドロイド嫌ってるのかってね、リチャード、ちっさ。167.5cm だったんだ。しかも年下かよ、こいつ。ギャビンはあれか。1995年って年下かよ。マジか。なんかちょっとやだな。こんな、まあ。ね、こう手を後ろに組んでね、私はいかにも偉いんですみたいなね。ふびえて結構ね、まあ。もうこれじゃ、右避けるけどさ。おおあーはぁ。ちょっとこっち見とこう。カルロス・オーティス、2036年。あー、なるほどね。3年間。背中は見れなかったからね。背中見とこう。はい。じゃあ次。カルロスのアンドロイドだね。そう、カルロスのアンドロイドを、誰だったっけ？僕なんか別のアンドロイドと勘違いしてたんだよね。うん。まあ、それはいいや。で、続いて。ペドロ。ペドロはアフガニスタン。ペドロって誰だっけ？また183センチだね。あ、これあれ？コナーのパートの時に出てきた、なんか競馬の、なんか、今回渡るんだよみたいなやつね。相撲73って、これセントバーナードだよね、これ多分ね。セントバーナード書いてあるね。そうなんです。セントバーナードって100キロ超えたりするからね。次。7歳でしたね。トレイシーは？トレイシー、別のトレイシーがいるんだね。でもなんか、別にいいんだけどさ、とりあえずじゃあ注目しとく。はい、エデンクラブって書いてるよ。はい、次。トレイシー、なんか同じ顔？同じ顔だけど髪型でちょっとやっぱ雰囲気が違ってくるんだね。で、変異体で暴力的な客を殺した後、愛していた別のトレイシーと一緒に、目立つというところですね。まあでも結局背格好は同じだからね。はい、とりあえず、はい、注目。はい、満足。はい、次行こう。で、トレイシー・ジェリコ。おう。はい。あれ、こんなトレイシーいたっけ？
これだって板から解放されてるやつだよねきっとね。なんでそんな近い近い。いたっけな。ちょっとわかんない。ルパート。ルパートはビルの屋上ってことは、鳩のやつから逃げてるときに出てきたアントロイドだったんだろうね。あの時も追いかけるのは夢中で全然周り見る余裕がなかったんだよね。じゃあ次。アンドロイド放送チーム。あ、これあれか。変異体になって、侵入したのに、バレてないバレてないってやつだね。あ、JB300 だね。続いて。出たズラとこまた183センチ。183センチにこだわりすぎやな。ほんでこいつ1個しか年上じゃないっていう、やだな。なんかそれはね、逃亡を手助けするというね、あの甘い言葉をねささやいてね、もう自分の奴隷を増やしていくっていう、そういう厄介なやつでしたね。はい、胸毛来いよ。おお、アンドロイドのクマ。こんな感じだったんだね。背骨がすごい、内臓めっちゃ出てきてるけど平気。まあ、君のおかげで、ね、助かったんだけどね。ありがとう。ジェリー。あ、そう。ジェリーって誰みたいなさ、本番の方で一周目で言ってたんだけどさ、ジェリーってこれだったんだよね。めちゃめちゃジェリーって誰ってね、トムいないじゃん、トムいじゃないって、ほんとしょうもないことばっか言ってたんだけど、ジェリーさんがいるよっていうのね。でも、あんだけいたジェリーのうちのどのジェリーだったんだろうね。はいはい、二人は再会を喜ぶのであった。今どのくらいいたんだろう。アイザック・ファロンはバス管理者。管理者終点で、なんかもう終点ですよってアナウンスしてたおっちゃんのことなのかな。なんか見た目の割にはなんか年齢若いね。もっと老けてるように見えるけど、ネイサ、コンビニの人ね。はい、ごめんね、お金盗って。まあ取られるあなたが悪い。暴論やな。ジョセフはモーテルの、モーテルの受付のおっちゃんね。ああ、つけちゃった。まあいいや。で、アンディ同様、多くカナダ国境阻止。これはローズのところにいたアンドロイドなのかな。そしたら、咳込んでるけど、風邪でも引いてるか。続いて、ゴードン・ペンウィック。また183センチ90キロで、ズラとこもとってもなんかそんな感じじゃなかったっけ。僕し、これあれだ、パート2かなんかでさ、なんか、俺を注目しろって、アンドロイド貴様は、みたいなこと言ってたやつだね。はい。次。で、ダグラ、また183センチだね。どっちかというと、君の方が体重重そうに見えるけど、気のせいかな。多分85キロじゃない気がするよ。で、アンドロイド取ってかられて、ホットドッグ売ってたおっちゃんね。はい。で、レオ、出たレオ。ほんと、腹立つレオ。レオって、だよね、やっぱりそうか。カールが1960年代に生まれたとしたら、50歳くらい年離れてるっていうことにならなかった？60年生まれとかだったよね。で、ルーシーだよね。ルーシーって謎だよね、ほんとね。いろいろと後ろ、ドレッドヘアが生えてまして。で、ちょっと見てみよう。未来を予知する能力が備わっていることに気づくと。で、フィリーズ。もう分からん。まあ一応男型のアンドロイドだっていうことだけしか分からんよね。で、マーカーさ、使用済みでフィリーズに会った。変態でジェリコと呼ばれるところに、行けと。君のおかげでジェリコが分かったと。で、次がラストだね。はい。これ誰？ロザン、テレビ局にいた人だね。34歳。ちょっと老けてない、34にしては。ねえ。色気も微妙だし。もうちょっと飾った方がいいと思いますよ。はい。ということでね、ちょっとまた解放できるポイントがたまったら、残りのやつも開けて、で、皆さんに紹介をしていきたいと思いますんで、一旦ね、ギャラリーに関しては以上というところで、今日は終わりたいと思います。最後、やっぱり、もう一回カーラ見とく。カーラ。やっぱこのカーラだよね。カーラ。はい、注目。カーラ。いいね。もうちょっとね、凹凸が欲しかったね。はい、ということでね、本日の動画は以上でございます。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。